そうっすね。あとね、みんなに言いたいこと一つある。うん俺ね、今日歯医者行ってきたんすよ。あのー、午前中に。これ、マジで言いたいことある。で、俺、えー、今、まあ、まあ、どういう状況かっていうと、あー結構まずいらしくて、歯が。結構まずいですねって今日言われて。俺もね、ちょっと、まさか、俺がって。うん 今僕の歯ってこうなってんですよ、実は。こうなってんすよ、僕の歯。これみんなに言いたいことがある。ミュータントみたいにするんですよ、ここに。<laughs> そう。で、なんか、ここが今俺、うんじゃってて。うんじゃってて、なんかレントゲン撮ったらここに黒い影みたいなのができてるんすよ、僕。黒い影が。レントゲン撮ると。うん。で、あのー、 このままだと、あなた、歯抜けになりますって言われて、そう。松、ま、本さん、このままだと、歯抜けになりますよって言われて、マジっすかって。そう。奥歯が、奥歯の歯が抜けちゃうらしい。そう。で、な、え、どうしたらいいですかっ,すって。で、これを再手術しましょうっ,って。なんかこの、なんかそのね、中にアーティファクト、人工物をまた入れるんだけど、この黒い線のとこが何かっていうと、なんか感染しないような薬が入ってんだよね。 そうでも日本の、まあ、前もちょっと言ったかもしれないけど日本の保険の中だとこれはあ,のあるちょっと技術を使わないとね再発する可能性が5割から7割ぐらいあるんだってでも自由診療だったら再発する可能性が10割に抑えられますどうしますかって言われてこれはあの保険適用外治療するかしないかってでね保険適用外治療がいくらすると思ういくらすると思う え、9割って言った。俺今9割って言ったんだよ。あ、え、1割って言った ?10 割って言ったごめん、1割、1割。ごめん、失礼して。1割、1割。ごめん、失礼して。1割。20万かかる。だから、再発率10割が20万。で、再発率5割から3割ぐらいが、前、1万ぐらい。うん。マジでじゃ、インプラント、そう聞いたんだ。インプラントいくら使ってたら、インプラントは30万かかるらしい。 30万から40万。うん。だから、皆さんほんと歯を大事にしてください。あのね、僕ね、7年間歯医者に行ってなかったんですよ。これね、本当に、あの、声を出しに言いたいんだけど、あの、歯石を豆に取ったりとか、そう、虫歯っていうか、なんかこの、中の人工物のメンテナンスっていう、虫歯はそんななかったんですよ、僕。そう、幸いに。だけど、昔治療したところが実はちょっともう、治療がちょっとまた、 うん、あの、な、なんだ、こう、再発してこう、海ができちゃってて、そう。なので、本当あの、こうやって、おろそかにしてると、7年いかないと、お金が、多分俺ね、見積もりで言ったらね、これから全部いくらかかりますかしたら、多ぶん、100万かかりますって。ちゃんともし、直すんなら、全部で100万かかりますって言われて。マジでって。そう。えって。歯、はあ、ちゃうちゃう、歯、はあ、磨いてるちゃんと。じゃ、虫歯はそんななかったのただ、なんか、 歯並びとか、なんか、歯な、俺、これ、下の歯ガチャガチャしてんだわかるこうやって。下。下の歯ちょっとガチャガチャしてんのこれ直さないと、なんかね、最終的に、歯が、なんかさ、折れ、折れますって言われて。ほんとかなでも今思うと。歯並び直さないと歯が折れますって言った。ほんとかなわかんねえけど。<laughs> なんかね、あの、60以上ぐらいで折れますって言われて。かもらってんのかなめちゃめちゃ評価高いところなんだけどな。 でもね、あのね、あのかで下がガチャガチャしてるとさ、磨けないんだよね、しっかり。ちゃんと、磨けないんだよ。だからね、あの、磨き残しみたいなやっぱできちゃうから、そう、最終的に。やっぱ直しちゃった方が、俺もだってさ、60、70、80までさ、飯食いたいもん、おせんべいとかバリバリ。 でもやっぱ磨けないところに歯石がたまってそれがポケットになってポケットになるってことはさあの歯ブラシが通らない部分があってそこにあの虫歯ができちゃって抜かないといけないことになるっていうのがやっぱあるあるなんだって405060の。うーん。まあということでねまあ俺。 はいあのストリーマーアワードなどに話したいこと何があるかなって今実は無理して振り絞って話したんだけどそんぐらいしかないわあとは <laughs> ごめん別に今日俺歯医者の話するつもりなかった今日は皆さん本当にありがとうございましたっつって配信切るつもりだったんだけど酒飲むとね俺ねお話クソ野郎になっちゃうんだよね町田市長選についてお前いいこと言った